アメリカの切手では、アメリカ合衆国において発行された郵便切手について記述する。アメリカの切手には大きく分けて、普通切手、記念切手、航空切手などがある。1847年シリーズ世界、コロンブス博覧会飛行船、ツェッペリン号逆差のジェニー最初の普通切手は1847年に発行された。最初の普通切手は五セントと十セントの額面で、 発行された。五0 0トギッテにはフランクリン、十セントギッにはワシントンが描かれた。1847年シリーズの未使用ギッは非常に希少である。下記は初期の普通切手である。最初の記念ギッテは1893年に発行された。最初の記念ギッはコロンブスのアメリカ発見400年を記念して開催された。 博覧会の記念切手16枚のセットである。その後も博覧会を記念する記念切手のセットの発売が続いた。なお、世界コロンブス博覧会記念とトランスミシシッピ記念の高額面切手は現在においては非常に希少であり、カタログでも特に高額に評価されている。下記は初期の記念切手である。最初の航空切手はニューヨーク・フィラデルフィア・アシントンを結ぶ。 航空郵便路の開設に伴い、1918年に発行された。飛行船、セッペリン号の切手は人気があり、カタログでも高額に評価されている。また、2005年にシーゲルオークションにおいて、エラー切手として名高い、宙返り24セントのプレートナンバー付きブロックが297万ドルで落札され、話題を呼んだ。下記は初期の航空切手である。 ありがとうございます。